どうせなんで動画撮りながら行こうか。もうどうせかもういいよ。もう行く？全然飛んなくてもいいけど。しゃがんで。金額は美味しい。ハードルがあそこにあるの。あそこ。ここからちょっと分かりづらいけど、飯食べようよ、そんなことより。飯マジで行こうよ。ここちょっと取ってきたついでなんで。ダメじゃん。情弱あれここら辺にあったあのマクドナルド潰れたんだ。へえ。本当長野でやっと観光らしいことできて、昨日はできなかったから。あ、マクドナルド潰れたんだ。もう何年前か分かんないけど、あ、もう、あ、これだよ多分。ここにあった気がした。サブウェイなんてなかったぜ確か。あ、潰れちゃった。ありゃまあ。あ、食べたよ全部。あれ、こんなとこにセブンイレブンできた。あれ、あ、スターバックスあるまだ。あの田中康夫さんが立ててた、あ、足跡を立ててったあのスターバックスある。
やっとできたっていう話だもん。いやでも、ちょっとこういう見たかったもん、久々に来て。ちょっと変わったけど、まあ基本的に変わらないね。変わらないね、これは。あ、まだあるのこれ。まだあるんだ。銀星って。すごいね。じゃあ、行きますか、ここ。これ、ちゃんと当たるか、こっち。ラビデリア。はい、通るよ。ただ、一方的に巨大国から攻め込まれている。こういった危機管理を取って、今の現状の平和的需要があることはないか。確かに平和主義。何で見たいのそれ。我々の右翼じゃなくて、右翼じゃん。ここに安倍さんが右翼じゃん。お前真剣に聞こうとき騙されるな、これ。あれはあかんやつや。